小鳥が好きなんですよ。小鳥ですか、うん、最近だとイカルの大群って、うん、モズとかはいかがですか。モズはまあたくさんいるんでね。イカルがやっぱ珍しいんですか。珍しくはないけども、はい、まあ好きですね。見栄えがする。コロナで遠くに行けなくなっちゃった。だから近所なんだよ、うん、そうなんですね。散歩があって結構じゃあ毎日来られたりとか、ここはあんまり毎日じゃないですけども、神社寺の方に住んでるんで。私なんかは食い犬が好きだから食い犬を見に探しに行くけど、はい、神経質で結構なかなか出てこないから楽しいです。いつでも取れちゃうんじゃ面白くないから。あ、うん、菊いただきとか美味しくないとか、まあ、ルリビタキもサウナなんかだとね、やっぱりで山だと綺麗なところで撮ったりするから。コケスなんかもやっぱり、ね、山で、まあ、飛んでるの撮ったりとか、はいはい、どこにあの見れるよっていうとちょっと教えてもらったんで、行ってみたら初めて行ってみた。あ、そうなんですね。なんか写真とかで撮る。写真はちょっとね、はいはい、撮ってみたいなと思ってね。あ、ずっとかなり歩いてきました。そうなんですね。瀬ヶ浜よりのちょっと下流の方だっていう話。結構野川越えは結構行くんだけど、はい、こっちの方まで来たの初めてなんで。やっぱり野鳥いるなと今頃。カワセミなんて何ぶりもいますね。この辺多いみたいですね。ムジセッカだけが見つからないんですか。あ、見てないの。どんな鳥か初めての名前を聞いたんだけど、鳥が一応なくて、はいはい、まあ、恐らく午前中じゃないかなと私も思ってましたけど。そうなんですね。餌を食べるのに午前中ぐらいからという感じだからね。はいはいはい、はい、だから午前中の方がいいだろうと思ったけど、午前中は最初はゆっくり出てるもんだからね。
元来小鳥というものは1秒の50分の1ぐらいの静止点しか持っていないものである。何が動くといって小鳥くらいのべつ幕なしに動き通しの活発な生物はなく、したがって被写体としてこれくらい厄介なものはない。そういう相手の静止点を捉えることだから辛抱が必要だ。小鳥は他のどんな生物よりも休息を知らない。飛翔中や歩行中は別問題だが、休憩中でさえもなお首を回し、尾を振り、絶えず身体のどの部分かを動かしている。撮影の対象としての小鳥の大部分、すなわち鳥類中最多の円熟類の鳥たちは、1秒の間に数回も身動きをする。言い換えれば、休憩中の鳥といえども、ほんのわずかのデッドポイントを根気強く待たない限りは、5分の1秒、ないし10分の1秒の露出時間でも映しにくいものである。彼らが活動の領域として空を持っているということと、身体を空気よりも軽い状態に置き得るということとは、鳥を他のあらゆる動物よりも喜ばしげにする好条件である。彼らは若くて快適な場所を選ぶことができ、そうして鳴天をする。繁殖期における低鳴は、他の時期よりも複雑な内容を含み、もしくは特殊であるが、繁殖期であっても、他の時期であっても、それが彼らの喜びから生まれることが多いことは承認できる。鳥はあらゆる生物のうち最も幸福な生活様式を持つものであると言えよう。そうしてその上にその生活は完全であるようにも思えるのである。彼らは空中を所有しているばかりでなく、生活そのものが移動するようにできている。これは決して根源的な生活様式ではなく、必要に応じて暫時範囲を拡大し、その習慣が蓄積遺伝したものであって、その必要の少なくなった現在では移動退化の兆候すらあるものもあるように見える。それにしてもあたかも翼を使うことのできぬ鶏や七面鳥のように、人間が一定の家にもしくは一定の限定された範囲に住まわなければならないことは決して幸福であるとは言えない。また家族制度にしても、繁殖期には一つの群から一対ができ、その期間が終われば再び日常の遊戯に帰りうる鳥の生活の方が羨望に値するもののようにも考えられる。国家というような人為的なものを超越して形成される人類生活の自由と多種等を憧れたのは、ギリシアの鉄人ばかりでなく、己の行動を必要以上の危惧に利したくない人々、あるいはより一層正浪な作法にのっとって生活したい人々の願いであるかもしれない。
。